い、皆さんこんにちは、本日もマウンテングラフィックを始めます、本日もよろしくお願いします。で、ちょっと、まあ、おすすめの低山ということで駆け足で5分ぐらいの多分ショートムービーが続いていって、関東でおすすめの山っていうところで言うと、山頂で食べる山グルメっていうところで鍋割り山のご説明をさせていただいて、第2っていうところで言いますと九州に飛んでいただいて、非常にのんびりしていただくっていう登山の楽しみ方、低山の楽しみ方っていうところでトンボ山、トンボ山っていうところの糸島のところのご説明をさせていただきました。で、3つ目といたしましては関東からピューってちょっと九州飛んでしまったので、関西県は奈良の山についてご説明していきたいかなと思っております。で、ちょっと振り返りなんですけど登山の楽しみ方っていうところまたこのフリップを見ていただきまして、まあ、これ以外にたくさんあるとは思っておるんですけれどもグルメのある山に行く、山でご飯を作る、3景色が綺麗な山に行く、で4番目のんびりをするっていうところをご説明したんですけれども、今回は無茶景色が綺麗な山に行きたいかなと思っております。じゃあ関西で初めて登山に行く方が安心して登れて景色綺麗な山ってどこなんだろうっていうところをご説明していきたいかなと。じゃあ足早に早速どこの山かっていうところなんですけれども、奈良県、奈良です。奈良県は、大きな台というが原で大台ヶ原という山にご説明していきたいかなと。で、一応大台ヶ原っていうと日本百名山にも選ばれている、これも非常にメジャーな山です。で、大台ヶ原では綺麗な景色を見ていただきたいと。で、ちょっとコース見ていただきますとこの、まあ、円になっている周回っていうようなコースで、まあ、周回って、円のように回っていくっていうような意味合いなんですけれども、約大体3時間以内、2時間45分ぐらいかもしれません。なんですけど、もっともっとゆっくり歩いてもらっても構わないかなと思ってます。じゃあ、綺麗な山っていうところで、まあ、ここだったら多分友人であったりとか、まあ、家族で行ってもいいかなと私思ってるんですけれども、非常に景色が綺麗、そして、整備がされている。まず登山口についていただくとこちら見ていただいて分かる通り、木道でしっかり整備されているのでめちゃくちゃ歩きやすいです。もうここは多分私はスニーカーで行っていただいても構わないかなと思っております。で、こうやってずい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 木道でこうすごい綺麗な景色、まあ、緑に囲まれた綺麗な景色で樹林帯も越えているっていうような景色を見ていただいて、次に出てくるのが大蛇倉。なんだ大蛇倉って名前すごいな、怖いな、蛇かみたいなあると思うんですけど、それがこの景色です。あ、なんて言ったらいいんですかね、山の中にボンと飛び出てるようなこの山の立体感っていうところとそれに包まれた山の中でこうヒュッて伸びている、まあ、景色が非常に有名です。で、この大蛇倉っていうところでちょっと私紅葉の時期にまだ行ったことないんですけれどもちょっと、参考として、紅葉は一応こういうような景色、むちゃ綺麗です。いつか行ってみたいなとは思ってます。で、まあ川があったりであったりとか、まあこの木道歩きで大蛇倉ドンっていうところを見ていただくと多分暑いなであったりとか山ってあんま景色見れなかったなっていうのはこの山ではないと思ってます。非常に歩きやすい、そして綺麗な景色を見えるし樹林帯っていうところも、抜けると、もうね、なんていうんですかね、関西の景色綺麗部門、私行ったことそんなまだ関西ないかもしれないんですけど非常に良いかなとって思っております。はい、じゃあ今回もう早速もう終わりになっちゃうんですけど関西編っていうところになりますと、大台ヶ原っていうところをお勧めしたいかなと思っております。本当に気軽に行けるので、まあ、スニーカーとか、あとまあ軽いザックとか持っていただいて、ゆっくり散策っていうような気分で行っていただければ、山のイメージが変わる、登山って楽しいんだなって思っていただくかなと思います。なので、初めて行く山、まあ、まだ行ったことない方にお勧めしたい関西の山っていうと、ちょっとメジャーかもしれないんですけど、私は大台ヶ原っていうところになります。はい。今回もまあこれでちょっとショートムービーという形で短めなんですけれどもこれで以上にさせていただこうかなと思っております。はい、じゃあそろそろまあ他のエリアも説明していきたいなとは思っておるんですけれども、低山編っていうところのおすすめというところはこれで以上にさせていただきたいかなと思っております。次の、テーマについては高山、高い山です。で、高山の楽しみ方っていうとまあいろいろあります。
鉱山って高いか大変かもっていうやっぱイメージもあると思うんですけど、鉱山でも気軽に行ける山があると。なんでそこについてどういう種類がまず2つ、まあ、鉱山で行っていただきたい種類として2つあるんですけれど、その2つっていうところを分けて説明をしていきたいかなと思っています。はい、じゃあこれでちょっと終わりにさせていただきます。次回も楽しみに見ていただけたら、これを撮るモチベーションにつながるかなと思っておりますので、ぜひ見ていただいて、また、こういう山があるんだって知っていただいて登っていただけたら嬉しいかなと思っております。じゃあこれ以上とさせていただきます。本日もありがとうございました。